けよ、鬱陶しいからよ。時間厳守だったんだよ。お前のせいで仕事を一つ不意にした。クソ、でかい儲けがこしゃった。あ、行こう、翔子。さあさあさあ、行くぞ翔子。じゃあね、トビー、ナマちゃん。さよなら。デコピンぐらいするだろ、普通。な、トモヤ。そうだよな。だよ、かまってるってことさ。あ、ほっとけよ。じゃあな。翔吾くん、いらっしゃい。
事？君も変わんないね。I hope it will be fine again tomorrow. I hope for your daily happiness.For hope, all in all. For you, for Shogo.歌ってみました。Shogo 誕生日でしょ？ Shogo のためにお祝いのポエムを作ってみました。My original.One more, please. 君、素直じゃないな。こういうことは単純でいいのよ。嬉しいんでしょ？もっと単純に喜びなよ。はい、翔吾くん、オムレツお待たせ。昨日、ありがとね。ホームページなの。違う、そうじゃなくて、ミフのことみんなの前で褒めてくれたでしょ。ミフ、すっごく嬉しそうだった。あの後、家に帰ってからもずっとウキウキしちゃって、あの花びら使って何か作ってたよ。ありがとね。ナマステ。いらっしゃいませ。お、すごくいいじゃない今のネオちゃん。え、そう？いい？アンコール、アンコール。最高！カフェがパッと華やぐね。
アだな。俺はね、たまには違うのにして、その翔吾と同じやつにしよう。うん、わかった。イタリア風オムレツね。じゃあ仕事に戻るから。はーい、頑張ってね翔吾。ナマステ。俺だって朝起きてからまだ一度もマシン立ち上げてないんだから。そりゃ出るよ。翔吾ってこういうカルチャーに疎そうだよな。インターネットとかって分かってるの？全然だろ。お、もう早速何か書き込みがある。何何？なんて女性らしい素晴らしいページでしょうか。俺は感激したっす。応援してるっす。これからも二人で力を合わせて頑張るっす。from 男の中の男、シンクロ。まだ昨日の今日だからな。だってまだコンテンツも充実してないし、しょうがないさ。ま、これからだよ。しかしマグロも豆だな。可愛い女の子には。ああ、さようか。はい、シンさん、オムレツお待たせ。ありがとう、ネオちゃん。ネオちゃんが持ってくるだけで平凡なオムレツも春の日だまりのように微笑んで見えるから不思議だね。やっ、シンさんって面白い。ん？だってほら、卵が笑ってる。なんか言った？あ、
俺の本のページ書き込みあるよ。イカロスだ。こいつ知り合いだよ。他の板のな。TBS 違うところの掲示板の。あ、レアな情報見っけ。これゲット。来いよ。外すげえ暑いけど外出相当なもんだぞ。こんなところで会うなんてすごい偶然だね。翔吾くんもお散歩？そうだったの？鏡川沿いなんてすごく環境がいいね。羨ましい。気持ちいいよね。身近なところに自然がある生活って。私、鏡川はよくお散歩する場所なんだ。私、千早の中でも特にここが大好き。海の方を目指して足を伸ばすこともあるんだ。えへっ、気分だよ気分。本当に行けるわけないよ。でもね、海を目指すって思うとちょっと心が躍るでしょ。だって鏡川は本当に海まで続いてるんだよ。そう思っただけで、でへっ、自由になれる気がするんだ。どこまでもつながってるんだよね。海も、そしてこの空も、つまり世界中が全部。それって当たり前すぎてつい忘れちゃいそうになるけど本当のことだよね。